さあ審判団フィードに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。前半を終えまして、広島大学が14点、島根大学0点という形で現在の試合推移しております。この試合に勝利しました方が次に行われます優勝決定戦に進む形になります。そして敗れたチームはここで今シーズン終了となります。文字通りオールアナッシングとなる一戦、2次トーナメント一戦となっております。先ほどから X リーグで作成されましたご紹介の動画を流させていただきました。この X リーグウエストは同時にこの YouTube にあります共同配信企画も実施しております。この企画にご賛同いただきました多くの企業様、そして個人の方々のご寄付ご記者によりまして、私の配信等も実現しております。これらのご厚情に大変感謝申し上げている所存であります。その寄付によりまして、私もこうやって地方のチームの地方のアメリカンフットボールを皆様にご覧いただく機会を作ることがなんとか可能になっております。この企画は現在も募集しております。この配信にあります説明概要欄にも申し込み欄があります。もしご賛同くださいます方々おられましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ両チーム選手フィールドに入りまして、これより後半戦再開となります。後半戦は島根大学のキックオフで再開する格好になります。キックオフしますのは島根大学3番の天野です。三木高校出身のプレイヤーがキックオフいたします。さあ対します広島大学はリターナーを1枚配置いたしました。31番が入っております。31番は辻村、虎姫高校出身の2回生がリターナーに入っております。さあ31番リターン、中央切れがありまして自陣43ヤード付近を確保し、この位置から広島大の攻撃となります。チャットのメッセージありがとうございます。 TK 様メッセージありがとうございます。勝高様広島69番頑張れ。広島の69番を見ますと岩下という選手ですね、玉名高校出身の4回生が、配置しています。チームとしては野台分にありますラインマンを務めています。さあその69番にも注目しましょう。広島大学ファーストダウン10、ボールオンは自陣43ヤード。さあオプションプレーから入りました。ま、第2枠1番にピッチしまして右オープン展開を図りましたが、これは島根大もディフェンス対応しまして、このランを2ヤードロスに変えております。タックルしましたのは15番の選手だった模様です。15番の松村の、タックルでした。倉吉東高校出身のプレイヤーです。広島大学セカンドダウンとある。パス成功、ファースター、今度はパスプレーに入りました。クォーターバック7番プレッシャー君が下がりまして、ポケットからワイドレシーバー16番にパス、これを見事16番キャッチしまして攻撃権更新になっております。広島大学ファースター、まずここはホットライン、クォーターバック7番の丸山から16番の大谷パスを通しまして攻撃権更新となっています。広島大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣45ヤード。ここでオプションプレーを展開、何枠1番ピッチを受けまして右オープンに展開、プレッシャー空中相手ディフェンスに果敢に立ち向かいまして約5ヤードのゲインとしています。キャリア1番は本日好調なチームキャプテン吉村です。江名高校出身4回生、
広島大学セカンドダウン5、ボールオンは相手陣40ヤード。さあ同じく1番に今度はハンドオフしまして中央突破図りました。密集点オフェンスライン飛び越えるように密集点に入りまして約3ヤードゲインとしています。さあサーダウン2の状況、失礼しました、サーダウン3の状況になっています。島根大もディフェンスフロント奮闘しております。さあ食い止められるでしょうか。広島大学サーダウン3、ファースト、ここをパスで突破しました。クォーターバック7番、左に展開していた16番にパス、ピッチパスを16番キャッチしまして、そのまま中央切り込んで攻撃権更新、広島大学ファースト。見事攻撃権更新果たしたのは16番の太田でした。立命館守山高校出身の4回生です。広島大学ファースト10、中央行った、前が空いている、振り切るか、エンドゾーン行った、タッチダウン。ここをランプレーできました。何学1番、相手の乱れた一瞬の隙をつきまして中央突破、そのまま一気にディフェンス振り切り、一気にエンドゾーンを陥れた、タッチダウン。広島大学後半最初のシリーズ見事タッチダウンしまして6点獲得となっています。さあこのプレーでしかしイエローフラッグ、反則が発生しております。どちらに反則があったか、まもなく審判団からコールされます。ディフェンスにオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入していた反則ですが、しかしこれを取らず、キック有効としまして広島大学1点追加し、広島大学21点、島根大学0点とスコア変わっております。しかしここで鮮やかなランを披露しましたのはやはりエース、そしてチームキャプテンである吉村でした。見事密集点、相手ディフェンスを振り切りまして一気にエンドゾーンを陥れ、追加点となるタッチダウンを決めるに至っております。さあ得点を得た広島大学のキックオフで試合再開となります。広島大学キックオフ、さあ島根大リターンに入る、これはナイスリターン、リターン71番ギリギリのコフィンコーナーから一気に中央を切り返し、さらに相手ディフェンスの裏を突くように見事に右に展開しまして自陣43ヤード付近を確保しております。さあこの好位置を生かすことができるでしょうか。島根大学の攻撃に変わります。Thank you.
全部ターミナル付近よりファーストダウン残り10ヤードです。姉妹大学自陣43ヤードからファーストダウンテイ。さあまずオプションプレーから入りました。ここはクォーターバック自らキープを判断しましたが広島は譲りません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあレフリータイムアウトを取りまして試合再開となります。姉妹大学セカンドダウン10。3番にパスを通しまして3番そこからタックルを変えながらセカンドへ歩道で約5ヤードのゲインに変えています。失礼しました、約8ヤードのゲインに変えています。パスを通しましたクォーターバック2番は川口、厚生学院出身の1回生、3回取りましたのは3回生の天野です。三木高校出身2回生です。島根大学サーダウン2。不成功。ここで一気にロングパスを投じました。クォーターバック2番奥に走り込んだレシーバー3番にパスを投じましたがしかしわずかに3番キャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。姉妹大学フォースダウン2パントフォーメーションを取ります。このバントによりまして攻撃権は広島大学陣16ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守変わりましてテイクオーバー広島大学に攻撃に変わります。しかし変わりましたクォーターバック2番の川口素晴らしいパフォーマンスを見せました。厚生学院いわゆる関東の名門校である厚生学院出身ですが大学高校時代のしかし経験は柔道部というふうに書いてあります。アメリカンフットボールそのものは経験がないということなんですが素晴らしいパフォーマンスでした。さあ広島大攻撃がありまして事前17ヤードからのファーストアンテ。インターセプトターンオーバー。
ここで一気に広島大ロングパスを投じました。しかしここでディフェンス競り合いまして見事インターセプトを果たしましたのは島根大86番。インターセプトに攻撃取り返しまして島根大に攻撃移ります。見事インターセプトしましたのは島根大学86番。残念ながらメンバー表の返事はありません。しかし素晴らしいパフォーマンスでした。ナイスインターセプトです。さあ攻撃を再び取り返した島根大学、相手陣44ヤードからのファーストアンテ。さあトスを受けて右オープンに展開した10番、そこから縦に切れ上がり約2ヤードのゲインに変えています。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクとなります。さあやや劣勢に立たされた感がありました島根大学ですが、素晴らしい攻撃を現在展開しています。また守備でも値千金のインターセプトありました。現在その得点差はしかし広島大がタッチダウンを後半最初に上げまして3タッチダウン差となっていますが、島根大学の投手衰えない現在攻守が披露されております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。島根大学相手陣42ヤードからのセカンダウン8。これはナイスラー。広島大学が凄まじいチャージをかけこのプレーを粉砕しかけましたが、しかしランニング枠10番これを見事にかわしまして前進しております。ゲイン約4ヤードほど取りましてサードダウンに変わります。島根大学サードダウン4。クォーターバックにはここで奥に走り込んだ3番にパス、ディフェンスカバーありました。しかし3番これを見事にかわしましてパスキャッチし攻撃権更新です。島根大学ファースト素晴らしいキャッチ決めましたのは3番の天野でした。三木高校出身2回生、それを投じたクォーターバック2番は川口、厚生学院出身の1回生です。島根大学ファースト、ここでランニングバック10番トスを受けて左オープン展開、相手タックルを弾き飛ばし見事攻撃権更新です。島根大学ファースト、今度は10番の村田が見せました。新田高校出身の3回生です。さあ島根大相手陣6ヤードに入りましてファーストアンドゥーゴールに変わります。一気にいったタッチダウン。ここで島根大学はランニングバック10番に託しました。トスをしまして左オープン展開し、そこから10番縦に切り上がり一気にエンドゾーン、そのまま駆け込んでタッチダウン。島根大学タッチダウンを上げまして6点返しております。そしてトライ4ポイントに入ります。
ここでプレー乱れました。ホルダーへのスナップ乱れ、ホルダーがそこでプレーをなんとか展開してとパスを投じましたが、それを取ったのは広島第31番。ここから一気に2ターンし2点を取り返さんとしましたが、しかしそれは島根が阻止しました。結果的にトライフォーポイント失敗で6点止まりとなっております。しかしと、タッチダウンを上げまして島根大反撃となる得点を上げるに至りました。素晴らしい攻撃シリーズ展開し、10番がその最後見事にランでタッチダウンを上げる形に成功しております。島根大学タッチダウンを上げましたのは10番の村田でした。新田高校出身の参加者で見事な仕事を果たしました。さあ島根大学反撃ののろしを上げるキックオフに入ります。キッカーは3番の天野が務めます。右高校出身の2回生です。さあ先ほどそのトライフォーポイントリターンを決めようとしました31番の辻村、そのままリターナーとして入っています。さあリターンに入った。右サイドを展開を図りまして自陣30ヤード付近を確保しています。広島大学自陣32ヤードからファーストダウン10。しかしナイスゲーム、ファーストダウン。ランニング1番中央トップ測りまして、そのまま一気に独走、味方ブロッカー生かしそのままエンドゾーン投資援という凄まじいランを見せまして、一気に相手陣深い位置にまで攻め上がってのビッグゲーム、広島大学ファーストダウン。見事に攻撃権更新を果たしたのはエースチームキャプテンの吉村でした。恵那高校出身の4回生です。広島大学ファーストアンドゥーゴール。ここでホイッスル。イエローフラッグ反則が発生しています。イエローフラッグ反則です。広島大学広島大学ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。イエローフラッグそのものは無効となっております。先ほどのプレーおそらくですが制限時間内にプレーが始められないというふうな状況に至っていました。ここでの反則を犯したくない広島大、ここで後半1回目のタイムアウトを行使しました。さあ結果的には交代なく広島大攻撃継続です。ボールオンは相手陣10ヤードからファーストアンドゥーゴールで試合再開です。
判定はどうか。審判団により判定が割れている模様ですが、現在協議しております。タッチアウト成立となりました。先ほどのプレー、パスを取ってそのままレシーバーがエンドゾーンに走り込む際、そのボールを保持したままエンドゾーンに入ったか、その前にファンブルしたかの判定が割れました。最終的に協議の結果、ボールを保持したままエンドゾーンに入ったという判定によりタッチアウト成立です。6点獲得となりました。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、広島大学28点、島根大学6点とスコアは変わっております。タッチアウトの判定に関してですが、ラグビーのようにエンドゾーン内にボールをつける必要はありません。ボールを保持したままエンドゾーンの空間内に入っているかが判定の基準です。この空間にわずかでもボールが触れた状態ではあればタッチダウンは成立ですが、その前にボールをファンブルした場合はボールを失った状態という形で判定されます。先ほどは非常にこれが微妙な状況でしたが、審判団協議の結果、これはタッチダウン成立という判定になりました。さあ、得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ、島根大リターンに入る。リターン10番、タックルを受けながら中央を切り上がりまして、自陣33ヤード付近確保し、ここからの攻撃に変えます。島根大学自陣33ヤードからのファーストアンテン。先ほどのプレー、イエローフラッグが投じられております。クォーターバック2番、プレッシャーを受けながらしかしパスを投じましたが、このパスの補給者に問題があった模様です。無資格補給者のパス補給です。5ヤードの抜体となります。アメリカンフットボール攻撃チームはパスを取れる選手に制限があります。背番号50番から79番の選手は前パスをキャッチしてはいけません。先ほどのパスは66番、つまりパスの補給資格がない選手が取りました。オフェンスラインマンは基本的にこの番号をつけております。ただしこれは相手選手が触れる、あるいは味方のバックスが触れてからキャッチした場合は正当なキャッチになります。先ほどは誰にも触れずキャッチしたため反則と判定されました。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しです。そして投げた、ナイスファースト。この一瞬の緩慢な状況をランニングバック一瞬で突き抜けました。10番ハンドオフから左オープン展開しまして見事攻撃更新です。島根大学ファースト、この流れを見事その足で断ち切りました。10番の村田、素晴らしいランです。新田高校出身の3回生。
さあこれにより相手陣49ヤードに入っての島根大学ファーストアウト。さあ再び10番、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。密集点に突入する果敢なランプレーでしたが、審判団のプレコールはオフェンス側にあったという判定をコールしています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという判定です。ボールを持っている選手チームは相手選手を掴んではいけません。反則は発生した時点から10ヤードのバッターを受けまして、ファーストダウンやり直しとなります。従いまして島根大学ファーストダウン18で試合再開です。これは広島大学ナイスディフェンス。今度はパスに見せかけたランプレー、ドローによりまして攻撃前進を図りました島根大ですが、これを広島大学ディフェンスライン陣が殺到し、57番がチャージをかけましてこのプレーを潰しておりセカンドダウンに変えております。見事に圧力をかけましたのは広島大学57番の中本でした。松山南高校出身3回生です。島根大学セカンドダウン18、さあ今度はパスで横に振ります。右に展開していたレシーバー36番にヒッチパスを通し、36番そこから縦に切れ上がりまして約10ヤード近いゲインを奪っております。しかし交代大きくサードダウンに変わっております。しかし前進しまして状況を変革させました島根大学36番は野本です。三田松雲館高校出身の3回生、アメリカンフットボール経験者です。パス不正功、今度は縦に上がりましたレシーバーにパスを投じました。しかしこれはディフェンスのカバーよくパス不成功になっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。島根大学フォースダウン6、フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブルに行きます。さあこのワンプレーで6ヤード突破なるでしょうか。パス不成功、ここで一気にタッチダウン狙いました。奥にレシーバー走らせロングパスを投じ一気に得点アゲンと図りましたが、しかしこれは広島大31番パスカットしパス不成功に変えています。4回目の攻撃失敗ですので攻守変わりましてテイクオーバー広島大学に変わります。広島大学自陣44ヤードからのファーストアンテン、これは島根大学ナイスディフェンス。何枠1番にトスして右オープンつきました広島大学、しかしディフェンスフロント対応しましてこのランを阻止してセカンドダウンに変えます。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終わりまして広島大学ラクーンズ28点、島根大学ウォリアーズ6点、攻守方向入れ替え、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。